ロダン共和国、またはバレー共和国とは、ナポレオン戦争期にフランス支配の下で建てられたフランスの姉妹共和国である。ロダンという名前は、ロール川のラテン名であるロダヌス川から来ている。ナポレオン・ボナパルトは、イタリアやアルプス周辺への軍事侵攻を容易に、するために、スイスを自身の勢力圏に含める方法を長い間、模索していた。そこで、彼は、 様々な手段を用いて、スイスの全領土、最低でも一部の領土を征服しようと試みた。特に、フランス語圏であったジュネーブ州、某州、バレー州はナポレオンにとって、好都合な地域であったため、彼は、その三州の領域に、フランスの海外国家を建設する計画を立てた。レマン州がベルン州から独立した際、ナポレオンは、レマン州の一部を用いて、 ロダン共和国を建設するという案を押し通した。ロダン共和国の構想は、フランスのギヨーム・マリアン・ヌ・ブリュヌ元帥によって、スイス連邦の3皇族国家の一つとして1798年3月には、すでに考えられていた。もともと、ロダン共和国は、現在のボーバレ・ティチーノ・フリブールの4州からなり、ローザンヌを首都とした共和国になる予定であった。 国内の関東は17の管理管区へと分割し、各管理区には代理長官が置かれる予定であった。しかしこれらの案はうやむやにされた。1798年3月5日にナポレオン、率いるフランス軍はスイスへ侵攻。これを受けて、同年3月16日にバレー州民がバレー共和国の独立を宣言、5月1日には、 ヘルベティア共和国へと併合された。ヘルベティア共和国は実質的なフランスの区別としてナポレオンの提案を飲むことも多かった。しかし国内で闘争が続き不安定化してくると次第に要求を聞かなくなった。ヘルベティア共和国内の危機は1802年に明確化した。同時期にナポレオンはイタリアへの移動路の確保と フランスイタリア間の関係の安定化が必要であると痛烈に感じていた。そんな折にロダン共和国の案が現実味を帯びた。この際にはロダン共和国は単純にバレー州周辺の関東をまとめたものとして構想され余命いくばくもなかったヘルベティア共和国から独立させることとなった。これによってナポレオンはイタリアに到達するための安定した。 移動路を確保することになった。ロダン共和国の最大領域1810年12月13日、ナポレオンはロダン共和国をフランス帝国の県として突如宣言し、事実上、フランスへ併合、名称もシンプロン県と変更した。バレーの独立は1813年に撤回され、1815年8月4日にスイス連邦へトンとして編入された。 これにより、ロダン共和国は11年の歴史に幕を閉じた。AB クリストフビューヒ2012 P89 クリストフビューヒ2012 P91 ありがとうございます。